病院いかがでしたか、結果は。明日か明後日。OK。また来る。おかえり。大丈夫？学校早退。初めてじゃない？やりくん TV ファミリービログ。え、結局早退した理由は？うん、なんか痒いかったみたいで、うん、気になるから病院行ってきてって言われた。痒いの？シーシー、そこ、やけどの後。あ、これ？うん、痒くない。今痒くないらしい。あ、今痒くないの？へえ。だけどね、たまに痒いらしい。痒くないから。で、今から病院？いや、2時にね、予約したから。うん、1時間半ぐらいある。うん、いや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 。病院行ってらっしゃい。いらっしゃい。ちゃんと見てもらっておいで、そのやけどの後。これ、うん、あら、あら、今直してもらったのに。あら、またついた。こういうのあるからな、タイって。あるあるよな。あるある。でも、すぐ来てくれるからいいんだけど。うん。なんか、あれなんだろうね、多分。切れ、かかってんのはね。うん。はい、行ってらっしゃい。はい、おかえり。電池なくなってた？ああ、なんかね、電球変えたら治るかもって。あ、電球の電球切れ。うんってこと。うん、こっちがあれだもんね。まあ、とりあえず電球変えてみようか。おかえり。病院いかがでしたか、結果は。楽しかった。楽しくねえだろ、病院。なんかね、今できる治療としてはレーザーするか、うん、注射するか、うん、薬塗るかって言われた。なんで痒いの？痒いのはなんかそのよくわかんないらしいけど、なんかなるべく触らせるなみたいな感じで言われて、やなかった。うん、薬にしといた。うん、で、あの、なんていうの、組織が柔らかくなったら、うん、注射すると、なんか、へっこむらしい。へぇー。で、赤いのは残っちゃうかもしれないから、うん、飲んでも、うん。その赤いのを治したいんだったら、レーザーするのがいいよって言ってた。うん。やけどの跡自体は別に、その、ほっといても、大丈夫なわけ？だけみたいな。あ、はい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 。だけどもしかしたら大きくなるかもしれない。ああ、じゃあちょっとずつね。うん。で、今日もらったのは大きくなるのを防ぐやつ。うん。で、なんかこう塗ると柔らかくなるらしい。で、大きくなるのを防ぐためになんかテープを貼るんだって。でもできた時がこんぐらいの大きさだから、うん、別にそんな大きくはなってないみたいな。
その水ぶっくれが治ってから気づいたらもうこの状態だったみたいな感じで言ったら、うん、そのでもこう触った感じ硬いから、うん、注射1回目は多分痛いと思って、先生が痛いって言うぐらいでは痛いんだろうなと思って、うん、それは大泣きするね、そう絶対ね、ちょっとビビってあんで結構力が強いじゃん、うん、抑えてもこうやってなんか動くから、うん、もし注射するときはパパ連れて行こうと思って、なるほどね、オッケーオッケー、分かった、その時行こう、で一応薬局で薬買って、うん、帰ってきた、なるほどです。あとね、そんななんか病気とかそういうことじゃないんでしょ、うん、その傷跡があのなんかひどくなっちゃったみたいな感じ、あ、そうなんだ、そのなんかあのいいよ食べ、傷跡をこう書いてたんだ、ずっと気になって触っ、多分触っちゃってたから、うん、水ぶくれの状態とかの時に、そう、うん、はいはいはい、ねえ、あのなんだ、皮膚科行って、うん、テープとか薬塗ってテープ貼ってたんだけど、うん、それでも多分気になって触っ、寝てる間とか多分触っちゃってたから、その水ぶくれがうまいことをこうキュッて治んなくって、でなんかケロイドみたいな感じになっちゃってるから、うん、そのもうこれ自体を治すにはレーザーするしかないんだって、なるほどね、だけどその盛り上がってるから、盛り上がってるっていうのはレーザーじゃ治んないんだってさ、その注射するしかないらしい、ああはい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 、注射するには痛いから、うん、注射最初ちょっと薬で塗ってみて、もしかしたらすごい効くかもしれない、うん、もしかしたら効かないかもしれないって言ってた、うん、ちっちゃいうちにね治せるんだったら治しといた方がいいっちゃいいよな、まあそんなあれでしょ、すぐに治さないとやばいみたいなわけじゃない、薬とかそういうのじゃないだけど、うん、別にみたいな感じだったよ先生。ただほっといてその触っちゃって大きくなるのがちょっとあれだよねみたいな。いやそうだよね、それはねやっぱ気になるよね、 CC だってそれはなんかね、やけど跡気になるよな、だから触っちゃうんだろうね、そうだから触っちゃってその刺激で大きくなっちゃったりするから、うん、テープ貼って触らないようにしてみたいな感じで言ってた、うん、なるほどね、今どんな感じなの？シーシー見せて。やめて。うん。痛い？痛いの？痒いの？うんうん。なんか痛くも痒くもないらしい今は。たまにやっぱきお風呂とか入るとさ、なんかちょっとこの辺痒くなったりするじゃん、なんか。うんうん。血行がよくて。うん。ちょっとなんかちょっと触ってたりするけど。うん。今は大丈夫なんだよね。まあ治せるんだったら治せば、うん、シーシーが我慢できるんだったら注射ね。シーシーが治したいかどうかだよね、うん、シーシーがそれをきれいにしたいんだったらいつでもきれいにすればいいしっていうね、もうちょっと大きくなってからでもいいしね、シーシーが自分で気になるから治したいって思うんだったらその時でもいいし、今はちょっとなんか痛いっていうか超大泣きしそうだよね。めっちゃ多分泣くと思う。うん、今は大丈夫。今は大丈夫。うん、いつ直したいの？それ。いいの？痛いの嫌なの？明日は学校頑張れる？シーシー。明日なんか誕生日会だって言ってたよ。へえー。誰かの？うん。お友達。あ、お友達のクラスメイトの？そう。うん、じゃあシーシー明日学校頑張れるの、はい、じゃあ明日学校頑張ってください。何フレンチフライあるけどいらない、フレンチフライ、あ、いいね、このパンうまそう、見てふわふわすごい、本当だねえ、見てふわふわパン。
こっちは作り物じゃない。これ一番。난 아직 미안해 remember the times 난 아직 집 앞에 서 있어 아직 기억이 나 It's bittersweet now 하루 지나가도 I ain't sleeping in now 미치도록 노력해도 can't explain how yeah 좀 더 타라 걸 같이 있을 때 I should've said it 말할 걸 미안하지만 난 이제 moving on and on 이제 sound 도 지쳐 think it's time we move on yeah Baby Baby I've been thinking about you Baby wanna try and undoEverything that hurt you bad and made you sad Sorry I was bitter I'm sorry I couldn't be better for you I'm sorry I couldn't be better for you 지금 좋은 날 새벽 문자 보냈지 잠깐 보다 솔직히 몰래 내가 보냈지 난 보냈지 너도 같은 생각이라고 미안하다 말없이 지 톰이 다 죽다라고 누구보다 나 이때를 また会えるよ。明日か明後日。OK。後でね、じゃあ。Good night! いやー、やっぱちょっと寂しいね。ねえ。だけど明日か明後日、最後会えるから。帰る前に。夜が消えて星の光に差す